気はもう引退してまして、それでまあちょっとした観光に。でも死ねや、キリュウ。なんだそのこと。冗談ですよ。やだ、本気にしちゃったんですか。生き続けることの意味てんの。本当は全然悪くないんだけどさ、寝てるだけで金入ってくんで。決して起こしてはならない秘密が眠っているからなって。まさかと思いましたが、やっぱり桐生さんでしたか。桐生の兄貴、どうかこれからわしに兄貴と呼ばせてつかんさい。行き違いがあったことは分かりました。ですがこのけじめはつけていただく必要がある。お店にいた時も誰かと付き合っているような素振り見せなかったから。わしの指で済ますときゃよかったんじゃ。あんたは何も分かっとらん。あ、これは軍資金だ。すまないが尾道へ行ってくれ。トランキーロ、焦んなよ。ないとな。桐生会の皆さん、愛してまーす。腕が鳴るぜ。行っちゃうぞバカ野郎。でっけえ喧嘩になりそうだな。楽しませてもらうぜ。矢野とルール、待たせたな桐生さんよ。 Look forward to the day when we can have a heated match. はじめまして、サキです。はじめまして、エリナです。はじめまして、リオナです。はじめまして、台湾出身のソラと申します。はじめまして、ヒカルです。海は被害者です。さっさとキリュウをあの女刑事さんに捕まえさせてください。本庁勤務ならもっと真面目なキャリア組の連中を持ち上げといた方が身のためだ。おい、ちょっと待てや。お前、登場会にこだわっとるんと違うやろな。お前さんのことは私にも責任がある。いい方策を考えてみます。ご紹介が遅れました。武藤刑事、武藤不動産って会社の代表だ。Get him! I am Shuna! 俺の実力だ。何言ってんだお前、切れてねえよ。たくよ、上等だ。行くぞ、キルカズマ。だから申し訳ねえんだけどよ、死んでもらうで。どういうかけ方をするかにその人の性格とか本性が結構出るのよね。はい、ありがとうございます。私頑張りますね。なんか私すっごい合ってたみたいで、すぐにお店のエースになっちゃったんです。桐生さん、どうすればもっとすごいキャバ嬢になれると思います。サンキュー桐生店長。本当に出るとこ出る。でもやっぱ相手が悪いと思うよ。お前の弁護で無罪になった人殺しが何の罪もない女の子を焼き殺した。裁判の有罪率は 99.9%。 とんでもない数字ですよね。ただ殺しちゃいねえ。その後やつは裏口から叩き出してやった。世間話ってことでただでいい。おっさん三人黙って飲んでてもつまんないからな。今仕事の話中だ、あっち行け。いって。立花ゆりかです。ゆりかる、ゆりかる。ありがとう。